クワラ州はナイジェリア西部の州でミドルベルトと呼ばれる地域の南西部である。州都はイロリン。知事はブコラサラギ。1967年に薬部語ン将軍により旧北部州が分割された際にイロリン県及びカッパ県から創設された。当初の名前は西部中央州であったがニジェール川の地域名にちなみクワラ州とされた。 イロリンはラゴスの北北東 306km、アブジャの西南西5 0 0キロメートルである。2005年、の人口は約259.2万人。クワラ州はエシエ文化の栄えたちで、およ王国の影響下に置かれ、後ヌペ王国が栄えた。1967年に、当時の4州から12州に移行した際に設置され、当時はニジェール側南岸からベヌエ側との合流点の、 対岸までを含んだ東西に伸びた領域だった。ビアフラ戦争後の1976年2月13日に、イガラ族の住むニジールカワイ島のイダー、できながベヌエイコール高原州の南部から分割された、ベヌエ州に移管された。1991年8月27日には、東部のイヤグバ、オケネ、オケヒ、コギとベヌエ州西部から、コギ州が設置され、 ボルグが北のナイジャ州に移管された。南に、エキテ州、オスン州、オヨ州と接し日誌は、ベナンのボルグ県である。オジュモ・オロ村の太鼓奏者、クワラ州には、エシエ美術館、オ滝ダキ、イモレボジャイシムロ、オグンジョコロ、カインジコ国立公園などがある。1991年以降のクワラ州には16の地方行政区が置かれている。 ナイジェリア鉄道公社のラゴスからの路線がイバダンを経てイロリンを通る。イロリン空港は国際線も発着し、貨物便のハブ空港化を目指して拡張中である。西部にバリバ族、中北部にブッサ族、東部にヌッペ族、それ以外はヨレバ族が多い。綿花、ココア、コーヒー、コーラナッツ、タバコ、ゴマ、ヤシが主な換金作物である。 農村管理研修所、国立農業機械化センター、ニジェール川流域開発機構が、いずれもいろりんにある。オバフェミアロー大学の農業調査プロジェクトによる技術指導も行われている。二つの大学と二つの高等専門学校、三つの教育大学がある。ありがとうございます。